8月30日から始まった7つの題材コラボからメディオデスを紹介。貴重な紫の時代特集。計略は、四季後の超絶強化で相手の最大武力が高いほど武力が上がる。13以上で目覚め、相手武力13時に武力プラス7、兵力プラス45、速度プラス60移動しながら斬撃可能。10カウント。武力上昇の計算式は、基礎値プラス2に相手の武力最大値の 40% を加算。戦場全体を範囲に敵の部隊を参照するから、城内にいる敵や本部の指揮、六門戦の祈りを受けている部隊などには無力化されるよう。くそ、隠蔽させよ。くそ、前期兵士が敵を平らげる。諦めんな、俺たち七つの大罪がいる限り。なんの、行け、行け、前期解放。俺の命くらい好きに使えよ。突破せよ、流派発動。見ろ肩、何ぼーっとしてんだよ。突破せよ、行け。我らの運命は許さん。あとは頼んだぞ。行け。降伏などするものか。分かっていたことだ。回復と眺めの効果時間は守りで強い。あれだけ開幕やらかしても高温2発で済むのもこの計略ならではよね。そしてこの計略は回復があるからノーマル心配との相性が良くて、強化計略への開始で使えば気軽に武力25超えの魔人化できて、相手の戦機を絡めた号令やフルコンもしのげる性能。矢の時に屈する我ら山の神ではない。突破せよ、流派発動。三の肩、なんだ。落ち抜け、なんだ。突破せよ、落ち抜け、いけ。我ら兵士が敵を平らげる。諦めんな、俺たち七つの大罪がいる限り。突破せよ、俺の命
我らの運命は。地獄を経た武神融通の力、食らい知るがいい。降伏などするものか。あとは頼んだぞ。行け。許さん。流派発動。三の型。行け。くそ。分かっていたことだ。何が来ようが俺の力で打ち破ってやるだけ。今回は2試合やるよ。心配すんな、なんともねえから。未熟であった。狙い撃て、狙い撃て。陣を下げろ。本番はこれからだ。さてさてさて。狙い撃て。狙い撃て。地獄を経た武神融通の力、食らい知るがいい。狙い撃て。出会った今だ。なんの、くそ。突撃、突撃。なんの、貫け。流派発動。三の型。狙い撃て。本番はこれからだ。許さん。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。我らは流派発動。三の型。今だ。狙い撃て。地獄を経た武神融通の力、食らい知るがいい。狙い撃て。
配すんな。なんともないから。戦機回復する我ら山の民ではない。見せてやるとしよう。突撃！武田の勝利のため、この命を燃やす！今だ！狙い撃て！さてさて、くそ！今だ！突撃！諦めんな！俺たち、七つの大罪がいる限り！陣を下げろ。狙い撃て。未熟でやった。何の兄上。速度上昇で追いかけながら移動斬撃できるから計略名通りカウンターに生きる性能。今は階段のとももり以外は撤退中夜から分かれて敵城に張り付けば2箇所は通るね。蹴りをつけようぜ。ご視聴ありがとうございました。俺の力で打ち破ってやるだけだ。